ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、チャンネル登録お願いします。早いもので小豆島編と題しました。今回の旅行シリーズ最終回となってしまいました。現在地は前回の配信に引き続き香川県高松市の栗林公園です。どこで区切りにしようか考えたんですけれども、実家は鳥取県にあるのでこれから帰省するんですが、家族と再会するところで一区切りにしてしまおうかなと思って、今回最終回とさせていただきました。今回最寄り駅の栗林駅をスタート地点に高松駅に戻り、それから瀬戸大橋を越えて岡山まで行きます。岡山からは津山線というローカル線に乗って最終目的地は津山駅とさせていただいてます。地味な内容ですけれども、鉄道旅行を主体でお届けしたいと思います。それでは早速栗林駅に向かって出発します。栗林駅戻ってきました。早速改札で青春18切符確認していただいて、高松行きの電車に乗りたいと思います。次は13時15分。路線がこんな感じで、高松を飛ばして愛媛方面に行くことはできないことを今回の旅を通して学びました。改札で青春18切符を提示し、まずは JR 栗林駅のホームに向かいます。栗林駅のホームにやってきました。高松方面の電車はちょうど画面奥側からやってきます。先ほど映像で見ていただいた通り、次の高松行きの電車午後1時15分にこの栗林駅に出発。前々回の配信を見ていただいた方ご存知と思いますが、栗林駅から高松駅まではたった4駅しかありません。高松駅からが冒頭でお話ししてますので、また説明したいと思います。それでは岡山県津山市を目指す鉄道旅行、もう間もなく始まります。午後1時16分、栗林駅出発です。おそらく高松駅に到着するのは午後1時25分だと思います。今入手した情報なんですけど、13時40分に出発するマリンライナー青春18切符使えるらしいんです。これに乗ったら岡山まで直接行けますよというお話で、特急券買ってるんですけど、払い戻しをしてマリンライナー急いで乗り込みたいと思います。特急列車の払い戻し終わりました。手数料を引いて1690円ということでした。この列車にマリンライナー乗って岡山駅向かいます。1時間で岡山駅着くそうです。時間がなくて乗車シーン撮れなかったんですけど、13時40分高松出発です。割と警戒から厳重でびっくりしました。車内にお巡りさんが5人もいる。それからおよそ5分後、2023年4月6日午後1時54分 JR 坂出駅に到着しました。午後1時54分坂出駅出発です。
この先一気に瀬戸大橋を越えます。いよいよ瀬戸大橋を渡ります。遠くに瀬戸大橋見えてきました。瀬戸内の島々が綺麗に見えております。瀬戸大橋を渡っております。多分僕のチャンネルでは初めて瀬戸大橋侵入するシーンをお見せするんではないでしょうか。しか列車は岡山県内に入っていて、トンネルが見えてきました。摩周山に入ります。あと1分で小島駅に到着です。午後2時10分小島駅到着です。ここから先は JR 西日本の管轄になります。お隣アンパンマントロッコが停車しています。午後2時12分小島駅出発です。次は茶屋町に停まります。午後2時22分、茅島駅到着です。茅島です。ドアが閉まります。ご乗車ありがとうございました。終点岡山です。午後2時34分、快速マリンライナー岡山駅に到着です。2022年の7月の中旬にサンライズ出雲瀬戸を乗ってますから、ざっくり9ヶ月ぶりでしょうか、岡山駅に着きました。これから津山線に乗り換えをします。津山線は9番乗り場です。津山線の乗り場です。早速ホームに上がります。初めて知ったんですが、快速ことぶきという列車があるみたいです。津山線は普通列車しかないと思っていた。青春18切符で乗れるんでしょうか。快速ことぶきについて有益な情報を隣の桃太郎線の駅員の方から教わりました。青春18切符 OK だそうです。しかも主要駅にしか止まらないので、岡山津山間は普通列車だと1時間半かかるんです。1時間10分です。これでやっと家族に再会できます。そして今までとは違うローカル線の旅をお見せできるんじゃないでしょうか。ぜひ楽しみにしてください。
午後2時59分、快速ことぶきが岡山駅に入線します。車両はキハ40系です。全面展望には向いてない。では乗車します。午後3時8分、快速ことぶき岡山駅を出発です。現在地神奈川駅です。列車の行き違いのため停車中ですが、突然ですが亀の甲駅を出発しました。ここ亀のモニュメントがあるみたいです。まもなく津山駅です。午後4時17分、津山駅に到着しました。高松を出発してからおよそ3時間、長いような短いようなあっという間の鉄道旅行でした。どうだったでしょうか？今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか？ぜひコメントと高評価、チャンネル登録お願いします。本当にただ列車を乗り継ぐだけの物足りない内容の作品だったかもしれません。最終回を飾るにふさわしかったかどうか微妙なところかもしれません。純粋な鉄道旅として楽しんでいただければ嬉しく思います。次回から北東北編と題して、東北地方でまだ回っていなかった青森と秋田を回って東日本を制覇してしまおうと考えております。ぜひ次回の旅行シリーズも楽しみにしていただければと思います。移動中に連絡がつきまして、家族が津山駅の前で待っているそうです。改札に向けて家族と合流したいと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。